北国の青空にさよならを告げるのが辛いわ。抱きしめた花束が未練の気持ちなの。あの人の幸せを私は祈る。二度と帰らない愛を込めて、振り向いて手を振れば涙がこぼれそう。こんばんはですか。はい、どうもこんばんは。というわけで今週も音楽談義の時間がやってまいりました。ね、音楽談義すみません。いやいやいや、今日はですね、いきなりこんな曲で始めたね。これ何度もね、これを歌えっていうのがいろいろあったんですけど、あ、喜んでる人いますね、なんかね喜んでる人いいじゃないですか、喜んでもらえてね。一応これでスタートしたのはですね、そうそうそう、まあ、一応テーマに乗っとっている、うんね、今週のテーマはですね、なんか一人称の歌。一人称というか、俺が入ってりゃいいのかっていうとですね、ね、私とかそうじゃない。あ、違うの。私喋っちゃいけない。喋っていいんだよ、もうだってこれもう右下じゃないの、もう今今日何、今日も右下じゃないの。今日も動くんだろう。右隅ですけど。右隅、はい、右だから、そう、右隅をくださいいいじゃないの。違ったっけ、そんな歌なかったね。、はい、ごめん、まあ、それでね、今日のテーマじゃあ発表してみましょう。なんかその、はい、ちょっとね、単純にシンプルじゃないの。シンプルじゃない。最近なんかお客さんいじめみたいな、なんか謎のものみたいな問題にどんどんなってきているのでですね。で、今日もじゃあシンプルじゃないけど、はい、発表します。叩きじゃん、ダラダラダラって。なんで口なの。まあいいや。今日は、一人称だけれども、だけれども、うん、その歌詞の中に私とか俺とかが出てくりゃいいってもんじゃなくて、出てくりゃいいってもんじゃなくて、ちゃんと自分のことを歌っている歌。だから、例えば、さっきの歌の私は忘れない。そう、ね、そう、ダメ、出てくる。ダメな例ね。例えば、さっきも言ってたんだけど、ぷかぷか。ぷかぷか。俺のあんこはタバコが好きで、俺のあんこで、あんこの歌歌ってるからタバコが好き。あんこっていうのはまんじゅうの中に入ってるそういう甘い黒いやつですかね。どうすんの。そうなの。いやいやいや、どうやって突っ込んでいいか分かんないよ。あんこってあんこって方言じゃないの。だってあれ体に悪いから失っていても、これでも自分が言ってるんですけどダメなんですか、やっぱり。あんこっていつもぷかぷかぷかとかね。あくまでこれは彼女の歌なわけですね。ほんで他にはダメなやつは NG のパターンは、遠い私の城下町、甲子道をくぐり抜け、見上げる。ちょっと待って、あれは、あとは城下町の歌で自分の歌じゃないの。私の城下町って歌わない。私の城下町、自分、あそこサビは自分だった。好きだと思えずに。ちょっとまとめると、俺はこうだってこと言ってればいいってこと。歩く川のほとり、自分のことが入ってればいい。入ってるよ、もろに。私が歩いてて、好きだとも言えないっていう自分の歌だよ、これ一応。だから、あと、そう、さっき言ってたのが、燃えている、あなた、はい、あなたっていう歌、はい、もしも私が、タイトルはズバリあなただけど、歌詞の内容は自分の希望ばっかりだから。あ、確かに、ね、自分だから OK。 あー、なんそういった自己中の歌。自己中の歌なんだ。なるほどなるほど。なんだ俺さ、あ、本当だよな。でもな、その家を建てたなら、その建てるでしょ、それおかしいじゃん、時勢がっていうのも動いといて。まあ確かに ね、そうだけど、小さなドアと大きな窓、お前窓から入んのかっていう話だよ。
いやかもしれないよ。俺だってさってさ酒飲んでさもう家帰るのが朝方になった時なんかさやばいからさあ雨戸あのあれ伝わって3階まで登ってってさベランダからさ入ろうと思ったら鍵閉まってて入れなくてどうしたらいいのかなと思って朝までそこにこういう人は置いときましょう。リクエスト来てんのそんなことで、はい、そんなまあまあ一応そんな感じです、うん、これは何家を作るならそれ家を作るからダメ草の燃える匂いのするカーペットを引きたいと思うのでありますこれ自分でございますそれ CM ソングじゃない、うん、CM ソングだけど家を作るのは加藤和彦さんの名曲ですよそうなんだ、はい、CM の歌かと思ってあいやいやナショナル住宅だからそうそうナショナル住宅なのいいなナショナルうちなんか三沢ホームだけどダメだったよちょ三沢ホームダメだったあのね三沢ホーム結構私友達あマジでやばいねあじゃあ逆に言えば直してよ本当に雨漏りはするわすごかったんだよもうさあじゃあそうそうそうナショナル住宅っていう歌を申し上げたあ、はい、ナショナルでやりゃよかったな俺じゃあねまあいいや何、うん、あの固有名詞出してボロクソ言うと敵作りますよそうね、俺敵作った今俺、ね、今三沢関係の皆さんあのこの番組を嫌いだったかもしれないあやばいな三沢だとあの絶対ギターはサムシングファインダー買わなくなると思ういいよ別に買わなくていねえようさうさうさ冗談ですよなんかリクエスト来てる、ね、まずコメントをうちゃっと読みます今、ね、たこ焼き食ったから俺ハイになってんだよ大阪人になってんだ今たこ焼き食ってきたから、大阪人になってるから、ね、コメント読みます、はい、イエイイエイはいOK、カモン。手が映ってた。これキヨちゃんの手だな、多分。はい、ピヨちゃん。ピヨちゃん。ピヨちゃん。ピヨみたいな。はい、手だけ出演。はい。あ、キヨちゃん、映ってないの？そうなの。なんで？まあいいか別に。今日はい。後でもう二人映ってもらうもんね。もう一人、ね、もう一人今日はあの隠し玉が一人いますからね。隠し玉。はい、なんか突然暇になってしまった人がいるらしいんですよ。で何？それより何？リクエスト。行けなかったっていう人と。うん、ダメだそれ。この間その話したよ。何の話だ。ちょっとタイミングがずれた。はい、じゃあリクエストいきます。リクエストどうぞ。はい。はい、生活の柄は。これも前も歌ったよね、うん、歩き疲れては寝たのです草に埋もれて寝たのですゲストに山原ばあさん来た時歩き疲れてはそうだ山原ばあさん草に埋もれて寝たのですよくいいねそうねここ草に埋もれて寝たのですってハモったんだよな、ね、山原ばあがねあそうだそう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 、ねはい、次ははい、はい、何これ春だったんだねもしかして読んできたもしかして何飲んでないのたこ焼き食ってきたんだよだから隣のたこ焼き、ね、聞いてるよ私の話聞いてるよ聞いてるよ春だったんだねだ、うん、僕を忘れた頃にそうだからすぐ分かったよ俺それは君のなんだよね君をあれ忘れあぼあれ僕を忘れた頃に君を忘れられないそんな僕の手紙がつく曇りガラスの窓を叩いて君の涙を止めて見て見てみたいかああ僕の時計は時のまま風に吹き上げられた埃の中二人の愛も消えてしまったあああれは春だったね誰の歌吉田拓郎ですよ誰の歌吉田拓郎ですよ今の絵吉田拓郎ね今敵作った今敵作ったいや大丈夫大丈夫いい今度だってほらテレビドラマね、うん、あるもんねあれはエイプリルフールのネタだちの知ってたえそうなのやだ信じてた私タクちゃんでしょうんえ違うのえ何を言ってんだ今さらお母さんが森下愛子5月になるんだよよくできてるあれほんとよくできてるお母さん森下愛子で嫁じゃんそれみたいな話じゃん頼むよもうそうなんだがっかり、はい、でもあれやればいいと思うけどねそのままほんとマジで、まあね、でね、お母さんと一人称なの一人称なるのかお母さんっていう曲がどんなの重要じゃないの痩せたみたいあー森まさこさんねお母さんそれはまあ自分の歌ではあるけれども、まあ、自分マイね、まあまあ、マイマザーっていうのミーねあれ日本語だからあのお母さんだけど多分あれ英語であの歌詞あの歌を作ればマイマザーっていうなタイトルになってるじゃんそういう意味ではマイだけどでもまあちょっと遠いかもね、うん、ミーねミーあくまでもミーねミーミーケイちゃんじゃないわけねごめん、はい、あすいません、はい、次すいません火災くさいないつものように幕が開き行こうよまず自分の歌だよなあれはさ自分のだって過去を振り返ってる前止めるあなた駅に残る
し動き始めた汽車に一人飛び乗った」はい、いや、いっぱい来てるのでポンポン言っていいですかね。どうぞ、はい、どうぞ。北へ北へ北へ名もない港の名は避けろ。わかんない、それは壊し上げられる、はい、な名もない港にもの花は避けど、なんだっけな、ララ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 北へ帰ろう。違うけ。ああ、わかんないわ。ダメだ。違う。こんなの聞きましたけど。小林亜星さん。これは確かに、まあ、自分が北へ帰んねんけど。ああ、ごめん、明らか。ごめん、違う違う。あ、明らかね。はい。小林亜星じゃないよ。真面目に答えちゃった、今。私に人生と言えるものがあるなら。私に人生と言えるものがあるなら。あなたと過ごしたあの夏の日々、日はそんな感じです。なんだろう、違う期待が高い人もやった。ナターシャー、もしゅうさんのお得意の世界だね。違うって違うって北へ旅立つが正解って何の歌だ。さっき狂気校じゃない、それ狂気校か。間違い、それ毎回来るリクエストのこと。ちょっと待って、わからない。はい、次。なんかさ、テーマを変えてもなんか毎回同じ曲あれですよ。ちなみにトモッピーが知らないと吹っ飛ばされますからね、このコメントはね。はい、今日トモッピー、あの僕も後で見てて、あ、これ吹っ飛ばされたんやっていうのがいっぱいあるんですけど。違うの、ちゃんといろんな方のやつを読むように努力を申し上げる。偉いね、本当に。泳げ泳げたたたたい焼きくん。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。これだ、あ、自分どうだか、うん、ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底と、これだってあれ、熱唱しないっていうのはなんかここにシモン・マサトの顔が浮かびませんか。あ、浮かぶ浮かぶ浮かぶ。でも気持ちのいいもんだ。B 面の歌なんだっけ。 B 面、お腹のあんこが重いけど海、そんな風に歌ってないと思うよ。ちょっと違う気がする。なんか今、まあいいじゃないか、なんかトイレで踏ん張ってる人みたいな気がしたね。下から歌ってる感じ、まあね、もういいね。そうだ、俺もそうだ、同じことやっちゃったよ。はい、はい、続いてどこ行こうかな。心残り、こんばんは。どんな時だ、心残り、細川たかしです。どんな時だ、私ばっかりね。はい、みーちゃんどうぞ。あ、あれか。渡さんよねってやつ。後ろに よ, いいよ、押されてもまた一人に、なんで俺が歌うの、命をかけて、俺知らないけど、頭しか知らないよ今日まで。次は、はい、次は、これは確かに私どんな歌いっぱいあるよね。女の道とかさ、うん、私が捧げたピンカラトリオ、ピンカラトリオ、その一人、ピンカラあげトリオ。ちょっとモノマネ入ってますよ。あ、今モノマネ入った、モノマネ入っただけよと。今度ね、30分のこのあれでね、あのモノマネ大会やりますから、ぜひ参加してください。私がぜひ。でも俺思うねんけど、こんなん2本だけだと思うんだよね。あんなヒゲのさ、なんかあの下駄みたいな顔したおっさんじゃないですか。あのおっちゃんがさ、それ敵増やしてますよ。いやいや、これで、ね、多分みんなそうそうと思ってると思うよ。ああいう人が女の道とかさ、ね、私が捧げたあの人にとかさ、そんな歌歌うって、これ日本だけと思うよ。そんなことないよ、女っぽくない。だってアメリカだって、例えばさ、いわゆるテネシーワルツとかシーとヒーを入れ替えるの絶対するやんか。言い間違えたら、あのお前ゲイかって言われるわけやんか。そういうことか、そういうことか。だからそういう意味ではさ、アメリカ人あの歌聞いたら、この人ゲイなんや思うと思うのよ。じゃあやっぱ日本ならではの、いわゆる独特な文化ですよ。それは男が女を歌うとかさ、うん、女が男を歌うっていうのは日本の特殊なね
文化じゃないかと思うのよね。俺大好きなんですけど、そうなの、いやわかんないけど、あ向こうすっごい、だって物にも全部男になるわけじゃないですか、船は女やったりとかさ、まあ特にそうだね、スペイン語はそうだね、はい、水色の恋、さよならの言葉さえ言えなかったの、白雪姫みたいな心しかない私、白雪姫みたいな心しか私は持っていないって、そういうやつってすごい顔のここの皮厚いと俺思うんやから。いやでも俺アマチュアリ好きだったよ小学校の時。俺も好きよ、俺も大好きよ、ほんま可愛い。あとはなんだっけ、私は彼は左巻きの人なんだっけ、ほら朝岡めぐみ、朝岡めぐみとか好きだったよ俺。アマチュアリがだってあの時間ですよに出た時さ、あー出てたね、 TBS の電話回線パンクしたよ、あれは誰や、可愛い、あそうなの、あまりにも可愛くて、あの可愛い子は誰ですか、ね、はい、でもレコード一枚も持ってないけどね。あなたの姿、あなたの声はいつまでも私の思い出に。ちょっとコメントでさ、うん、なんだか全員ハイだな、食器ガスでも充満してるのかなって。違う違う、たこ焼き食ったから、たこ焼き隣のね、君だけ君だけ君だけ、なんだっけ、サンクスじゃなくて隣なんだっけ、ミニマート、ミニストップ、ミニストップミニマート、ミニスパストップ、あのなんかタコにあったっけ、串に刺さってるタコ、たこ焼き串、なんかそれ変なも入ってんの、わかんない、わかんない、タコ入ってなかった、アルコール入ってんじゃない、タコは入ってなかったよ、いやいやおかしい、それつくね、つくねじゃない、たこ焼き丸くなってんの、丸いもしかしてみっちゃん丸いものは全部たこ焼きだ、おでん違う、違う違う、書いてあるたこ焼き串って、書いてある書いてある、だからたこ入ってでしょ、だけど食べたけどたこ入ってない、いやなるほどね、もしかしたらその串そのものがゲソだったのかもしれない、それおかしい、たこそれゲソでできてたの、それいかい、リクエスト呼んでもいい、ごめんごめん、はい、赤ちょうちん、あかんね、あの頃二人のアパートは裸電球まぶしくて、貨物列車が通ると揺れた、私の歌でね、一応自分の思い出だからな、最後に歌詞に私とか出なきゃダメなの、うん、なくてもいいけど、でも大抵出てくる、例えばさ公衆電話の箱の中、この公衆電話の箱とかって今多分もう今我が子に通じないよね、また電話の話題なダイヤル回すとか数字なんだ、チャンネル回すも数字なんだと思うより、電話ボックス、公衆電話の箱の中で、公衆電話自体がまだあるから、まだあるから分かんじゃない、どこあんの、俺ある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 、俺茅ヶ崎でこの公衆電話の箱があるの、電話ボックスよ、いやいや渋谷あたりあるよまだ、いや渋谷じゃない、茅ヶ崎にどこにある、茅ヶ崎はだって都会だから、大熊の前、大根のあるあるね、あそうそうそう、あるあるあるどこにあるあるある、こういうやつ、ボックスじゃないけどこういうなんか、いやだってボックス置いてね今俺はだから市役所の中にあるよ、市役所の中、例えばあの、ね、今のそのかぐや姫だからめちゃくちゃ古いね、70年の狭間ですよ、で徳永秀明、あのレイニーブルとかあるやんか、うん、あれでも電話ボックスだかで、ああそうだね、うん、窓の箱の外は雨、うん、電話ボックスの外は雨みたいな打てるわけやんけ、うんうん、あれ80年ぐらいあの頃はまだだから電話ボックスはあの大きな顔して歩いてたわけですよだからその間には電話ボックスどこ行った電話ボックスが大きな顔して歩いてたんだ、はい、ちょっとリクエスト行かして、酒抜けた誰が飲んでないっちゅうの、本当にほら東京サイクだ来たよ、テレビもね、でラジオもね、あラジオもあるやろみたいな、ほら、はい、こんなもらいやだ、ほらこんなもらいやだ、東京でベコ買うな、ね、東京でベコ買うんだからね、はい、続いて俺は田舎のプレスリー、同じ人じゃないヘイヘイヘイ、もう次行こうひどいなそれも、いやいやあの、まあ、まあまあでもね、今これ初コメですからね、今のね嬉しいね、プレスリーね、ありがとうございます、はいはい、それで何今日は、ね、2回やりましたすいません、サムシングファインコーナーはあるでしょうか、田舎のプレスリー、どうぞ、本当にいいの言って言っちゃって、いや俺さっきもフェイスブックに載っけちゃったんだけどさ最新式のエフェクターすごいよ、今なんか最新式の手つきがおかしかったけど、これこれ最新式のエフェクターね、う音を足元でカチャカチャ踏んで変えるんじゃないんだよ、何どうやって変えるの、ほら最新式のエフェクター、ちょっと飲んで心から変える
すごくないこれ、マジマジ、見てこれ、はい、次行こう次、エフェクターって書いたんだよ本当に、はい、見た、しかも裏にオーバードライブベリー、何マシモノマシモノ、違う、これ今日さ品出ししててさ、俺は今日これ飲まなきゃいけない、なんか、ね、エナジードリンクなのこれこれを今飲んできたのよ俺、ゼリーゼリーゼリー、そうこれを今飲んできてしたらハイになったのよ、アルコール分が入ってない、ないあのなんだっけあれみたいなやつよ、あのほら、あのなんだっけあのあれですね、あのレッドブルとか、そうそれのゼリー状のやつなんだから聞く聞く聞いちゃってんだ、はい次行こう、そうそう、はい、よろしく、もうどんどんサムシングファイでもよく人、はい、メモリグラス水割りをください、涙の数だけ、あいつなんかあいつなんかあいつなんか飲み干してるわ、じゃあね、そうそう、あのメモリーグラス歌ってた何でしたっけ、あの人堀江潤、堀江潤さんがさ昔新宿店でさピアノ買ってくれたのよ、ピアノ買ってくれて、で、まあ、当然納品しに行くじゃん、納品しに行ったらさすごいふかふかの絨毯、さすがだなと思ったんだって、うん、すっげえなと思ってたらホコリだったんだ、だけどどういうオチなの、それはちょっとあのいいのか、いやだけどじゃあそうじゃなくてやっぱねツアーで、うん、その頃もう飛ぶ鳥を落とす勢いだったでしょ、でも絨毯と思うぐらいにほこりが積もってるって話をしていいのか、あのね久しぶりに帰ってその時は普通イニシャルトークでするもんだと思うけどねあそうか、次行こうか、次、はい、思えば遠くに来たもんだ、思えば遠くへ来たもんだ、ふるさと離れてなんでなんではい、じゃあみっちゃんの思う自己中な歌、いや俺だからさ We are all alone とかさ、なんか俺たちみたいなこと言って思ったんだけど、唯一あれはね、さあだね、これはでも俺ではない、俺ではないよな、だからあとはね俺がいつか死んだらって柳さん、ウィアオラのさあれ、うん、放題がさ、ね、柳じゃなくて、うん、あのみんな一人ぼっちっていうタイトルやったらおかしいよな、あまあね、うん、まあなんかウィアオラロンって、そう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 そもう私1曲あったんだよ、あなそうだよ、ね、そうだよ、僕笑っちゃいます、僕笑っちゃいます、勝手に笑ってる、確かにあの一人称だね、誰だっけあれ、あ風見慎吾、おお金ちゃんファミリーだね、ね、確かにそうだね、今、はい、女あげてですね、うん、これも、一人称の歌ですかね、はい、これも ねまたさこの1曲しか歌わないために出てくるのにこの歌っていうところがミソだよねなんでいいと思ったの、そうそう、でもね この間にしてもね、うん、今回の曲にしても自分が普段絶対歌わない、確かにぽくない、そうそう、そこがまたいいわけよ、あなたにとっては突然でしょう、ひまわりの咲いてる道で会ったことが私の夢は終わりでしょうか、もう一度愛の行方を確かめたくて、恋は風船みたいだから離さないでね、風に吹かれ飛んでゆくわ、立ち止まる あなたはいつか忘れるでしょう、ひまわりの咲いてる道で出会ったことを、いけない人は私でしょうか、それなのに涙しのんで振り向くなんて、恋は風船みたいだから壊さないでね、形だけの
恋はいつも消えてゆくの。ごめん、コードが全然分かりませんで、違う、キーが違うの、キーが。あの打ち合わせは何だったんだろう。いつものことだ、大丈夫だ。キーが違うのよ。いつものこと。なんか歌い始めて高えなと思ったの、私も。ああ、そうだね。私もさっき聞いたのと全然合わないな。トモピー、ここになくなっちゃう。ここにコード書いた。ごめん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 。いやいやいや、そうだよね。シュウさんが本当は酒飲んでたんだよ。キーはデーデーって言ってたのがいいでやってしまいましたね。本当よく、はい、さっき飲んでたもん、ずいぶん。サビ歌ってた、歌いながら、高いよな、もしかしてサビ来たら高いよ。引き続き一人称これいこうか。いいですね。ないちょっとなんか隣に書いて。いいですか。大学の男の裏表紙にさなえちゃんを書いたの。一日中かかって一生懸命書いたの。その間にか消えたの。大学ノートの裏表紙のさなえちゃんが消えたの。もう会えないの、もう会えないの、二度と会えないの。さあ、ケコさん、大事な告知が。ああ、そうそうそう。また忘れてるか。キーを間違えた上に告知も忘れちゃうんだ。いや、それは私は間違えてないよ。あ、そうかそうか、ペコさんが間違えてね。今日の告知はこの下げてるこのですかね。これがここに入ってたわけで、あ、違う、そう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 、これこれ今もペンも開いてみて、入れてみてどうですか。すごいですね。肩持ってきて開いてみて、結構大きいよね、大きいよね。なんかこれがいい感じで耳かきになるよね、これ。そうそうそう、耳かき、背中かいとくとかあれですよね、これチタンにしたら綺麗よね、色チタンにしちゃう、この手か、色はこんなんなんチタンって、え、そうらしいですね。軽いよ、サージカルチタンね、これがこの肩に入ってたわけですよ。僕らの時代はチタンなんか高かったからね、ステンレスでした、ステンレス。すごいな。すぐ曇るのよね、やっぱ金属屋かなんかに売った。これがまたね、かっこんがい、かっこいいことに、うん、右だから R でなんかちょっとロックっぽくて嬉しいんですよ。L ならどうすんの、 L なら、ね、L ならちょっと困るんですよ。 L ならやばい。そしてあの今週の日曜日にですね、19日ですね、よ、7時開場、7時半開演、はい、ぼちぼちにて私ライブやりますんで、当店でございます。ここですよ、ここですよ、よかったらぜひお越しください。もうだいぶいっぱいです。予約すごいんでしょ。今28人。おお、すごい、あと入れよう、これ掘り込んで3、4人掘り込んで、掘り込んで押し込んで5、6人みたいな、掘り込まれちゃってみたいな、かなりパツパツになっておりますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素晴らしい、お待ちもしております。お問い合わせは、この辺に行って寝れないんだよね。ないけど、Facebook その他でぼちぼち検索していただければね。そうです、そうです、ぼちぼちと検索していただければ頑張って歌いますんで、よろしくお願いします。たこ焼きもよろしくお願いします。ほんで今日なんかここにキヨちゃんとですね、もう一人人が増えているんですけど、そうですね、隠し玉のような人が、これは今後違ってでやるんですか。はい、そうですか、いいですね。お声が聞こえましたわよ。あと2秒ぐらいなんでここに入れようね。今日はこんなスタッフでお送りしておりますけどね。女子率が高いよね。そうそうそう、女子率が高いよね。平均年齢も高くなって、そこ、そこ、下がったね。彼女が高くなって、高くなって伝えない、低くなって、間違えた。確かに、確かに。客席を見ないんですよ、さらに。ってなことでですね、来週のテーマはなんかもしかすると、うん、ハンギマリアね。いいの、告知しちゃって。いいよ、別にいいよ。来週のテーマは、うん、2人称、違う、行くと思ったでしょ。そして再来週が3人称、ない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 3人称難しいな。若者たちみたいなやつか、君の行く道は。え、彼、私の彼は左利きとかさ。ああ、人のこと歌ってるよ。まあまあ、でもそれやらなくて、来週は女性デュオの名曲。女性デュオ、女性デュオね。はい、では皆さん、来週お会いしましょう。さようなら。ハートだぜ、ハート、ハート。なんだ